前々回あたりぐらいかな、自動販売機拠点を再度建て直してガレージドアとかをね販売したんですけど、ちょっと売れ行きを見てみようと思います。あれから売上としてスクラップ650ぐらいあったかな。で、その売れたねスクラップ650を1回回収して、さらにガレージドアを5枚と、ワークベンチレベル2を追加しました。販売レートとしては、ワークベンチレベル2はねスクラップ350で売りましたね。売上確認してみましょう。1250、超売れましたね。なので今んとこ合計でスクラップ2000ちょっとぐらい売れてます。やっぱりね、最初のガレージドアってよく売れますね。運搬しましょう。ガレージドア開放した元は、ね、だいぶ前に取れました。まあ、なので今ね、スクラップ拠点に3153ある状態です。まあ、ほとんどのアイテムリサーチできる計算になる、ね。で、スクラップは大量にあるんですけど、部品が欲しかったりとか、レベル3のアイテム現物で持っていたかったりするんで、今回まず最初にですね、ロケット施設のモニュメントパズル行ってみようと思います。このサーバーでロケット施設は一回も行ったことないね。この拠点抜かれたのかな？風化し始めちゃってますね。金属の部分はまだか。まあでも抜かれて扉つけられた感じかな、もしかすると。え？使用中止？何これ？誰か乗ってる判定ってこと？あんな馬に乗れないバグあるんだ。で、自分の拠点からロケット施設結構距離あるんで、まあ、そこまでたどり着くのもそうなんだけど、帰りの運搬がめっちゃ怖いっすね。アラボラは箱開いてないの。銃声してるね。割と風化拠点多いのか。木の外壁拠点も崩れ始めてる。まあ、あれは抜かれたのか。あのガレージのスキンいいな。持ってねえ。ということで、ロケット施設見えてきましたね。いや、でもな、結構みんな戦車討伐してたりするんで、もしかしたら接敵するかもな。戦車の音は聞こえてる。扉開いてないっすね。どっか行ってくれるのを待とうか。あ、でも箱開いてるっぽいな。Eカード通して。開いてる。これはエリートも大丈夫そうだな。敵が来なければって感じではあるけど。やべ、戦車入ってくるか、これ。急げ、急げ。2個目のスイッチ点火。漁りましょう。水飲みながら、どんどん階段を駆け上がっていく。エリートボックスからね、レベル3の武器が欲しいですね。まあ、いずれ、レベル3ベンチ置いたら、多分レシピ解放していくから、リサーチはしないと思うんだけど、現物でね、拠点に置いておきたい。さあ、屋上にやってきました。エリートボックス開いてるね。お、石の外壁。全脇か、これ。では、開けていきましょう。微妙すぎるな。ウォーターポンプとか。いや、ごめん。サプライシグナル。MLRS ロケットだ。新しく出たアイテム。エリートボックスから出るんだ。リサーチできたりすんのかな、これ。水がなくなっちゃいましたね。ラスト。え、また出た。MLRS ロケット超してるやん。レベル3のアイテム現物欲しかったんだけど。もしかしてエリートボックスの枠、MLRS ロケットで食われた？なんかあんまり当たり感はないな。点火して出ましょう。あとは持ち帰れるかどうかだな。ロケット施設付近で銃声はしてないから大丈夫だと思うんだけど。パラボラ付近で結構してたんでね、そこが心配だな。で、やばいと思ったら外壁設置して車線切ろう。すげえ狼の群れだ。敵の姿はないけど、だいぶ緊張感あるな。持って帰れるのか、これ。この道沿いが一番怖い。一応自分の拠点は見えてきたね。
よし、無事帰宅。でけえ。思ったんですけど、常勤の持ち帰りが一番でかいかも。で、まあ、あとサプライシグナル。いらない部品系分解しに行こうと思うんですけど、その前に一つ気になることがあって、リサーチテーブルを置いて、この MLRS ロケットをリサーチできるのかどうか。あ、できないんだ。じゃあエリートボックスとか開けて、現物を取るしかないっていうことですね。まあでもせっかくの弾ゲットしたんで、マルチプルランチロケットシステム、使いたいっすね。銃声してる。分解先しに行った方がいいかな。まあでも人の気配ない。分解しまして。スクラップ206。やっぱロケット施設うまいっすね。トータル常勤100ぐらいゲットした。無事帰宅。で、今拠点にスクラップが3531あるんで、2ベンチのアイテムをほとんど解放していこうと思います。まずはロケットランチャー行こうかな。よし。で、外壁用ゲートも行っちゃおう。よし。そして、三角のはしご付き証拠口。オッケー。この拠点にね、こいつが絶対必要なんで。普段はレシピ持たないんですけど、レシピを持っておく。ガレージドア在庫追加しておきましょう。あれ？前回火炎放射器でレイドした拠点が復活してる。あそこめちゃめちゃうまかったんだよな。リボルバーの銃声はどっからしてんだろう。銃声なくなっちゃったな。しばかれたか。こいつも結構持ってる。なんか風化拠点とかたくさんありそうなんで、工具棚むき出しの拠点あったら火の矢で燃やしたいな。まあ、そんな拠点なかなかピンポイントで見つけられないんですけど。わわわわわ。ミニコップが飛んでる。え、一人死んだんじゃない？死んでないか。ヘッド入って落としたと思ったんだけど。あの拠点燃やしたくなったんだけど。ボート拠点とかじゃないよな。ソロベース。両開きで施設も近いんで、なんか入ってるかもしれないな。急いで戻って火炎放射器取ってこよう。まあでもこれ、日が暮れてきて夜のレイドになっちゃうかも。え？装甲場の扉？ソロ拠点で？結構うまいんじゃない？あそこ。まあでも今は抜く力がないんですけど。一旦帰宅して、ちょうど日が暮れてきたな。夜になるとね、寒さ出るんで、あったかい格好していきたいと思います。うわ、そして、弾補充してくの忘れた。まあ、あそこ過疎地なんで接敵しねえだろ。あれ、一部金属強化か？もしかしたらこれ、扉の先、板金強化かもしれん。そして、水なんで、これ、焼夷ダメ入んないな。不要、おっ。ギリ壊せるかぐらいか。一枚しか見れないな。普通に水のこと忘れてた。あれ？一部消費できてる。なんでだ？あれ？しかも普通にタンスまで来れたし。なんで水なのに消費出てんだ。なるほど。部品系か。
まあめちゃくちゃ美味しいわけではなかったですよ。少しだけ足しになるって感じか。今日なんであそこに拠点立てたんだろう。ということで、無事帰宅。今回初めてロケット施設もあったんですけど、まあスクラップも増えたし、常勤もゲットできたんで、まあ、次回あたりね、拠点をさらに強化しようかなと思ってます。で、自動販売機のおかげでめちゃくちゃスクラップあって、まあ、まだ1500ほど、拠点に残ってたりもするんで、まあ、ワークベンチレベル3をね、クラフトできるっちゃできるんだけど、今ね、クラフトしようかどうか悩んでるんですよね。仮にマップの自動販売機で売りに出されたら、そっちを買って、スクラップ1250と、で、まあ、あと常勤100を浮かしたいっていうので、まあ、売りに出されるまでクラフトするのは待とうかな。ということで、まあ、次回は、拠点強化に励みたいと思います。